ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。スケールスピードを当ててみましょう。時速56キロです。280を 2.7 秒で走りました。Nゲージは150分の1なので150倍します。クリデンの実物は1万5000ミリです。クリデンの N ゲージは150分の1で100ムです。速さは距離割る時間です。まずは N ゲージの速さを求めて150倍するとスケールスピードになります。280ミリあたりの時速を計算してみます。速すぎるとすごい速度に換算されてしまいます。低廉、スケールスピードを当ててみましょう。さっきより速い。280ミリを1秒で走りました。キッズ認定ですわら、時速151キロ。低廉、第2問。時速何キロでしょうか ?280 ミリで2秒です。時速76キロ、最適です。最後に、ちょうどいい速度で一周してみましょう。スケールスピードいかがでしたか?ということで、ご視聴ありがとうございました。